ウォルフガング・エドゥアルト・シュナイダー班は、オーストリアのバイオリニスト、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを、務めた。1915年、ウィーンで生まれ、最初は、ウィーン音楽院バイオリン科の主任教授であった、オタカール・シェフ・チークに、ついで、ユリウス・ビンクラーに学んだ。10歳の時に公開演奏会で、バッハのシャコンヌを弾いた。翌年の1 9十六年に、 コッペンハーゲンでメンデルスゾーンのバイオリン競奏曲を演奏してデビューした。1933年から1937年までウィーン公共楽団のコンサートマスターを務めたが、1937年からはウィーンフィルハーモニー管弦楽団にコンサートマスターとなる。なお、この移動は指揮者のクレメンス・クラウスによるものであり、シュナイダー班の実力は折り紙付きであったため、 入団試験は行われなかった。ナチスによって第一コンサートマスターであったアルノルト・ロゼがロンドンへ亡命せざるを得なくなったため、1938年に第一コンサートマスターに就任した。1938年3月、ウィーン・フィルの首席奏者らと弦楽始終相談を結成し、1951年8月2日まで活動を続けた。 1949年にソリストとして独立するためにウィーン・フィルを退団。また、ザルツブルク、ウィーン、ルツェルンでバイオリンの教職にもあった。1956年、ルドルフ・バウムガルトナーと共に、ルツェルン音楽祭弦楽が相談を創設した。室内楽の分野でも、前日のシュナイダーハムシジュー相談での活動のほか、カール・ゼーマンとデューを組んだりした。当時から、 クーレンカンプの後継者と言えたのは、ウィーン出身のボルフガング・シュナイダー班だけだろうと言われており、エトヴィン・フィッシャー、ゲオルク・クーレンカンプ、エンリコ・マイナルディとのトリオは、ゲオルク・クーレンカンプ没後に、シュナイダー班に交代した。2002年、ウィーンで没。兄は、ウィーン交響楽団のコンサートマスターを務めた、ワルター・シュナイダー班。妻のソプラノ歌手。 イルムガルトゼフリートとは1988年に死別。妻との間に3人の娘がおり、内数とは女優のモナゼーフリート。おいにドイツ連邦軍総監を務めた同盟のボルフガング・シュナイダー班がいる。アーカイブ2019年7月16日、ウェイバックマシンアーカイブ2018年1月30日、ウェイバックマシンインリス。 アン、ボルフガング・シュナイダーハン・バイオリニスト、ノーン・フォー・ヒズ・パフォーマンセズ・オブ・ザ・ビエニーズ・レパートリー。ザ・ガーディアン、オリジナルの2013年11月4日、時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシ PBD18 シュトラッサー、18から19ページ。ありがとうございます。